おはようございます。さあ始まりました、釣り奇妙の世界。私漢字3文字で釣り奇妙と申します。申しました。はい、ないちゃん、ちょ早く行け、もう。はい、本日は新しくマルキューさんから出ましたこいつを使っていきたいと思います。じゃあ今から薪を作っていきます。その前に一応ね、特徴がこれね、黄色と白と赤と黄色って書いてあって、これね、麦 MSP って言って4種類の特徴がある、チンの大好物が入ってると。黄色い麦と白い麦と赤い MSP、 黄色い MSP で、 MSP っていうのはマルキューシンクロペレットの略らしいです。まあちょっとこれをね作っていきますんで、はい、ご期待ください。じゃあそれじゃあ作っていきます。用意するのは裏の説明書きにもあるんですけど、オキアミ 1.5 チヌパワーダッシュ1袋で、海水が 500cc って書いてあるんで、今日ねオキアミを 1.5kg するのはもうめんどくさいんで、もう 3kg バビンと入れてしまいます。バビンと。はい、じゃあ早速オキアミを入れていきます。で、まあ、ちょっとこの中から挿絵を取ります。ね、そして適度な大きさにちょっと刻んでと。はい、刻みましたと。はい、集魚剤を入れていきます。で、こう粒のね感じをちょっと、匂いはね、甘い匂いもなくて、なんだろう、きな粉を美味しくしなくしたような匂いがします。で、粒的には見えかな、黄色い麦と白い麦、それと MSP らしき、赤いペレットですね、入ってる。白いペレットはなんか見当たらないけど、あ、じゃあ黄色いペレットがありますね。これですね、黄色いペレット、こんな感じですね。はい、で一応説明書きにはここがこの線に水入れたら 500cc ですよって書いてあるんで、ちょっと 500cc 入れてみます。もうちょい、今ね大体入れたんですけど、こんな感じが 500cc ぐらいですかね。あんまり真っ黄に水がいらないタイプ。ちょっと入れてみましょう。怖いんで、あの少し残しました。で混ぜていく。
うん、なんかやっぱり全部入れよう。 500cc 投入全部します。確かにちょうどいいかも。うん、大体混ざったと思います。こんな感じですね。うん、はい、じゃあ巻きできました。これで地に爆鳥かと思いますので、皆さんも使ってみてください。以上、本日は愛媛県にありますしまなみ海道のとある漁港に来ています。見て見て、今日こいつと来ました。はい、ちょっとホームの下釣りが僕の腕では釣れないんで、ちょっと今日は遠征してきた次第でございます。男の盛り付け方。じゃあいただきマウス。テレテレ。肉に合わせますのはこちら。ここになるんだな。じゃあ、うめえ。めっちゃうめえ。オープン。テレレレ。あ、意外に。いけるんじゃないこれ。いただきます。食べる食べる。これはなかなかの手応え。これ爪っぽいな。爪？爪でしたんじゃなくて。やった、ボールらしく。あれ？ロジ浮きは？動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちら、こちら、こちら。チャンネル登録、コメントもお願いします。
バイバーイ。